大きく踊りたい人、ハンドモーション、奥行き、つなぐことで滑らかさ、チャレンジ、素敵よね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、じゅこです。こんばんは、みやさんです。はい、今日は先生、はい、今ね、私たちコンペにね、出させていただける、まだ出るかわかりません。まあそうよね、はい、まだまだギリギリでも、はい、練習してて、はい、自分の踊りがね、はい、本当にこうちっちゃい、ちっちゃくして、ちっちゃくなんかね、ちょこちょこっとしか見えない。ちっちゃいっていうか、ふにゃりんこって感じだよね。まあそうか。でもね、先生の日本で踊ってくださるような時はね、もうね、すごくね、大きく堂々とゆったりと見えるの。同じ踊りなのに。何が違うんでしょう？もしもーし。はい。よく言うよね、もしもーし。昭和の感じ。ああ、大きく踊りたい。そうなの。縮こまってるわけじゃないんだけどね、動きがちっちゃい、動きがちっちゃいってことかな。大きいよ、私の動き。うん。どのように大きい？ふわーっと見える。ふわっと見える。うって言った時にも、広がりが見える。なるほど。それがどこに広がってる？あれの時には、ね、全ての方へってこと。そうそうそう。あっちにも、こっちに行く時はこうだし。それさ、最大の褒め言葉。ありがとう。あなたはもう本当にあっちにあなた。ありがとう。そう、こっちの星も星だぞって見える。ありがとう。で、なんで私は見えないの？やればいいじゃん。またそこやればいいじゃん。押せばいいじゃん。それができたら先生はいらない。やればいいじゃん。言い続けてる最近。そう、教えることを教えることやめてしまう。拒否ってあるよ。拒否ってる。拒否ってなるほど。大きく踊りたい人がいるかもね。よく言われる。まず何を注意するか、うん、じゃあそのポイントを、はい、大きく踊りたい人、はい、うん、何を注意したらいいのかやってみましょう。大きく踊る、そうね、まずハンドモーション、奥行きが大事ですね。うん、大きく踊ってますね。うん、それは、1、もうそこですごいもんね。大きく踊ってますね。1って大きく、肩を落とした状態で、こう筋でこう上げるんだけど、マックスまでいつも伸ばしてます。ゆるく見えるけど、先生、優しくゆるく見えるけど、これはマックスなんですね。マックスなんです、マックスです。ここ、ミヤさん触って。いくよ。うん、あー。マックス。ピーンとね、ここがね、ピーンとなってね、本当にもう震えるぐらいギューって。そうなの。それがマックス。で、もう目いっぱい点をすごく遠くにこう、行こうとさせてますね。もちろん前のリムビトの時は角度だったり、腕の形だったり、手のひらの角度、これ重要なんだけど、はい、腕はどこまでも伸ばそうとしてますね。筋を使って。あ、そう、なんで奥行きが、この辺、よくうちの生徒さんも、雨。1、2、3、4。いやいや、ここだよ、ここ。私の手、ここ、ここ、とか言うんでね。そう。私の手、ここ、ここ、ここ、一緒にやって、とか言うんですよね。そうするとみんな、パッパッパッって。うん、そう。ね、やるよね。はい。なんかね、ここも狭いし、みんな。この辺でこう、斜めがこの辺。はい。この辺。ああ、そうだね。全然、この辺。あ、そことそこ。あ、全然違う。奥行きだ。うん。大きいじゃない、それだけ。そうそうそう。あと、注意してるとこは、奥行きは全部だね、全部。あと体を使って踊る、上半身使って踊るから、こうリーンするよね。その場でこういない、いないよね。ああ、うん、そうだね。うん。それに手がついたらもうマックスですもんね。そう。あと、もう一個ある。はい。お尻。お尻も。うんうん。そうだね、全然違いますね。大きく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 、お腹からこのブラの下から大きく、そうだね、べっこもになってる今、べっこも、こういうところが、そうそうそう、手はハンドモーションとにかく大きく、うん、でここも使える、使えるで、ここの分が長くなる、
っていうイメージで大きくしてます、うん、あと、ね、つなげようとしてます。つなぎ、つで、うん、つなぎ、そう、つなぐハンドモーション、手を全部つないでおる、つなぐ、なんていうの、つなぐことで滑らかさ、これ滑らかさかな、大きく踊ってもこう滑らかさを絶対出そうっていうふうに気をつけて踊ってる。だからこれって全部こう遠くに出す、大きく出す、うん、全部体幹だったり、うん、大きく出してもブレない上半身だったり、うんうん、大きく揺らすで押せる脚力だったり、そうでずっとこう伸ばせる背筋だったり、あ、うん、こう筋肉が、だからこれはもうね、何年20年ぐらいで作ってあげた体だと思ってる。うん、だからもっともっとこう、ね、今は50だけど、50過ぎたけど、もうちょっとこう、進化したいかな、動けるうちにと思いながら。そう、だからでもね、思うんだけど、30代前半とか20代後半の時より、姿勢がいい。あ、そう。そう。だからなんか、あ、そう。うん、全然。こう来るんじゃないんだね。違うね。だからこう、あ、入ってんの嫌だなとか、こう意識してるうちに筋肉がつくし、うん、やっぱ普段からもこう姿勢はだいぶいいって言われるようになったかな。なんでこう、年だからっていうふうに、ね、おっしゃってるね、はい。うん、そちらの方々はね。はい。うん、なんで、それをこう、関係ないかな。大事に大事にしろ、コツ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 が。ちりつもで、うんうん、体って出来上がるんだなと思いますね。なんであとこう奥行きを真似したいなってことは奥行きをねこう測ったらいいと思うんだよね。あ、先生どこまでだろうって、先生の体から斜めの奥行き、うん、長さっていうかさ、こういう風になって、私あんまり手とか足はそんな長くないんだけど、長く見える、そうなの、そうなの、普通なんだけど、うん、どこまでも伸びそう、伸びそう、あなたの伸びてますよ、いいじゃない。でもそこにはもうこういうところからのグーがあるんですね。そうだね、あとブレないように遠くに出してるところはコントロールがいるのよ。ああ、そっか、それだけそうなっちゃうからね。そう、でも見ててどう、大きくなんか、うん、こうやってこういうふうに、あ、いやいやいや、うん、こうやって見ると、うん、うん、それの方がもうずーっと訴えかけてるように見える。そう、これがなんかさ、これがさ、うん、こういうよくあるよね、これ。あ、そうだね。何を、うん、こういう人はあれだね、筋を伸ばしてない。ああ、うん。なんかグッてなってて。あ、そうか、締めてはいるんだけど。そう。そうか、そうか、もっと。こういう人、こういう人、こういう人。こういう人。ああ。そうだね。可動域が全然違う。うん。ああ。いいわ、うん、全然違う。ああ、アホずらしていい子、いいわ、いいわ、それって花見に来てんじゃないんだからさ、ね、いい加減にしなさい、ずっと動いてないですよ。ああ、いいわ、それ、でも、みどりさんはいいんだ、いいんだ、大きい動きは憧れるんだ、いい、だから来るんだ。そうだね、じゃあやればよくない、またそこに戻っちゃいけないよ。なんそれをするにはっていうことで、そうだね。なんでこうそれこそ課題曲いただいて一個ずつ丁寧にモーションをこうやるんだけど、はい、こうしっかりこう、うん、もう止めてないです。もう止めてないです。エネルギーを腕を。あ、ずっと発信し続けてるのね。うん、もうこれは前の方に。それがどこでもそう。なんていうの、前でもそうだし、ここでもそうだし、ここでもそうだし、ここでもそうだし、裏の筋ね。かなり伸ばしてます。ここでもそうだし、だからここでもそうだし、うん、ここでもそうだし、ここが全部こう、うんうん、伸びた状態、肘は緩めて伸ばした状態で、いつもこう引っ張ってるから大きく見える。ああ、そっか。そう。これで伸びが出ますもんね。そう。引っ張ってないとこうだけど。そう、これがこう見て、そう、これがこう見てだって。なりますもんね。そう。でも胸は。ね、そう、背筋は体立てて、うん、胸はずっと顔動かないですよ、うん、肘こう動かない、そう、それは絶対約束してほしいかなと思う。どう、ヒントだったかな。なんだ、全然違う。伸びやかに、ね、大きく、みやぞん大きくね、入れたらいいね。ね、みやぞんの場合は大きく、まあ、私の
教室にいてくれてるから大きいのは学ぶんだけど、うん、まあブレんだよ。さっき言ったように大きく踊れば踊るほどブレちゃうからね。なんで皆さんも難しいことをチャレンジしてるんだよね。レベルがちょっと高い子ですねやってらっしゃるのかな、まあ、6年それでいじけるのは、うん、でしょ。そうなのよ。なんでこうそう思うんだよ ね60歳超えて何かこうやってみたいと思ってチャレンジする人って素敵よね。だからそれもなんかほらいじける人ってやっぱ向いてないじゃん。そうだよね。だからチャレンジするんだもん。チャレンジしないとちょっとほらできるってことはすごいことなんだと思う。そういうことだよ。こういじける人がねこういっぱいこういっぱいいる中でそうそうこうチャレンジしたい、うん、やりたいっていう人はすごい素敵だなと思いますね、うん、キラキラ輝いて、ね、そうそう、うん、でその状態でフラをこう踊るわけだからどんどん伸びるよ ね日常生活も変わってきますよね。チャレンジしてるとね。なんか言ってたよね NN の直江がそうです。最近すごい前向きになって、うんうん、こうチャレンジしてくれてコンペねやるって時に直さん一番長く言ってくれてるから直すって決めてやろうねって私が言ったら、うんはいって言って、もう目も違ったんだけど、うん、やるな、この人。きっとやるなって、もうその時点で分かったから、目が違う。で、もう逃げない。で、なんかこう、違うよって注意しても、どこがですかっていう顔する。ああ、そうか。もう向き合ってる。うん、で、なんかその時、ほら、直さん変わったよねって私が言ったら、うん、はいって、日常生活から変わりました。ああ、そうなんだね。で、今までは、こう、やってね、先生から何度も言われたけど、何を決意していいか分かんなかった。やってるつもりだつもりね。でその時はずっと苦しかったって。そうか、チャレンジすることによってそこまで自分が高められていくんだね。そう、日常生活もキラキラしてくるんだね。そうだよね。そうだよね。キラキラとか張りがあったり、ね、分かんないんだよ私。心折れる人死ぬほど心折れる人はって調べるぐらい分かるググった全然ないもんね。でもだからずっとチャレンジしてるから多分私も直さんと同じで楽しいの、うん、幸せよ。できるできない関係なくてできたらいいな習得したいなっていうのがチャレンジの理由でよくて、うんうん、そこにいじけとか、うん、できないからウィーンとか言うのはないし、できないからって来るなって言ってます、うん、そうね、うんうん、まあ、言うか言うか、うん、でもねできなければこすれの方だもんね。そうだね、許さないよね、こすってこれ足りないよねって言って、うんうん、そう言いますよね、うん、頑張ろうね皆さん。はい、うん、はい、大きく踊るコツいかがでしたでしょうか。もう疲れて口も回らないですけどね、ちょっと疲れてるんで、チャンネル登録ね、先しつこいですけど、1000人やっといたからな。ねえ、本当にありがとうございます。長いんですよ、まだ。それなかなか伸びないから。ああ。ぜひ、このチャンネル、もう結構細かくね、教室いらないんじゃないかぐらい。シャッターを開けたまま。違う、もう細かく言ってるじゃない、うんうん。だから、いつも生徒さんに教えて、あ、いいネタと思ったら、こう言ったりするんで、そうですね、いつも、教えてるライブの問題点を結構やるの、だから生徒さんも見てくれるし、あと何より視聴者さんが見に来てくれて、うん、会いに来てくれて、すごい幸せです。YouTube やってよかったなと思います。本当そう、ね、本当にだからもう世代が変わった、うん、だから1万人いったらもっとこう、うん、いろんな方と会えたり、そうですね、なんかできるのかなと思って、うん、ちょっと楽しみですね。うん、もうずっとこの知ってるタヌキと、うん、あの先生、ね、ドロクラスのっていうのに10年付き合ってきて、で、まあ、視聴者さんもそう同じなんだけど、うん、でもなんかもう結構ねガチな人しか見てないっていうか、そう本気でやろうっていう人がロケライチャンネル多いかなと思って、うん、なんかこう、はい、ふざけてるけど結構これは、うん、ふざけてるのはさ、まあ、うん、結構ね教室ではマジなんですよ、いつもですね。なんでこうふざけてるのは入るよね、うんうん、楽しくね、うんうんうん、まあこれ言い訳するわけじゃないんですけどで、スマちゃんとやってます、結構厳しいよね、うん、そうなんだけど、ほらちょっとこう入りやすいよね、はい、きっかけとしてね、そうそう、嫌、うん、じゃない、なんかちょっと最初からね、うん、ハードル高いなっていうか、うんうん、なんでこう、そんなことないね、うん、ハードル高いことでも楽しくチャレンジしてほしいなと思って、こういう雰囲気でね、うん、ね、内容が濃いですもんね、内容は濃いですよ、うん、ぜひね
でね、結構ね、もう繰り返し全部見てくれてる、ハマる人。あ、そう。嬉しいよね。まあ、プロ歴史もいっぱいあるからさ。そうだね。でもね、同じような回でも、その時の時でこう言い方変えたりしてるから、ね、どれが刺さるかわかんないんでね、ぜひご覧いただければと思います。はい、ではぜひチャンネル登録とグッドボタン、はい、お願いします。ありがとうございました。皆さん、アロハー。アロハー。はい、こちらのチャンネルでは大好きなフラが上手くなるですねコツをたくさんご紹介しております。チャンネル登録お願いします。